よし、おはようございます皆様。というわけで、はやぶさ11必勝祈願といたしまして、田坂さんとゴールドジョージなめで富士登山を今からしたいと思います。行きましょう。現在地富士なんだこれは、富士吉田口5合目ルートです。はい、田坂さん見えないですけど51歳ですか。見えないっすよ。51歳初登山。立てていいっすか。 OK っす。じゃ一発いきますね。はいチーズ。もう一発いきます。はいチーズ。完璧っす。もう登り終えたみたいな顔してました、はい何年生ですか。4年生。すごいな、かっこいいな。4年生で富士山、すごいな。いけますね。いけるな。来年はじゃあ、来年は一緒に。というか、まあこれで田坂さんがハマっちゃってハマっちゃうかやめるっていうか。社長から指令が来て、はい、スポンサーをどんどん移していきましょうということで。リュックにかけれるかって、服をですか。そうそうそう。あ、OK です OK です。一回じゃあ田坂さんのやつにかけましょうか。晴れてるし、ちょうど今回ね、はやぶさ11の必勝祈願ということで登ってるんですけど、スポンサーさんや加盟店さんがいっぱい協力してくださって、こういうあのね、いろんなイベントができてますんで、その少しでも感謝の意を込めまして、田坂さんのリュックにチーム、なんかその社名が分かる方がいいんじゃないですか。かける、後ろにリュックにかけても分かるでしょ。見えない。それはやぶさ側が表に出ないですか。あ、そこについては大丈夫ですね。あ、そうですね。それで、あ、それ完璧っす。いや、なんかいいっすね、親子登山みたいな。もうこの時点で2組くらいいますけど。いや、はい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 、かなり今回だって情報収集されてから来たってことで、俺はね、相当、俺はね、そうですよね、相当 YouTube もいっぱい見られたということで。いや、でもやっぱ準備が大事っていう、その素晴らしい言葉ですけどね。あ、ここに何か書いてますね。泉ヶ滝っていうところに今向かって降りてっていう感じですね。今一旦下ってます。いや、足ぐねるっすよ。前回ね、ほんと舐めてたんで、ヘッドライトとかも何もしてなくて、暗くなってから降り出して本当に何回もぐねりましたから。いや、このね、砂利がね、意外と捕まえれないというか。ただ暑かったらもうどっかで服脱ぐの。あ、全然どこでも大丈夫っすよ。脱ぎますか、一回。ちょっと暑くなりそうっすね。サマースタイルに、サマースタイルに変更しました。ロングスパッツじゃないから。行きましょう。これね、マジで見てると伝わんないと思うんですけど、このね、砂利がね、トレシューだとね、捕まえれないんですよ。早バテんの俺。これあと何時間あんだ、行けんのか。おはようございます。ご苦労様です。全然違うっすか。うわ、田坂さんがビーストモード入りました。
4速変更で。いや、田坂さん楽そう。息一つ乱れてない、さすが。後ろ探すわ。さすがアスリート。さすがアスリートっす。いや、すごいですね。今、家族で行ってきたんですね、あの感じ。すごいな。これは、あと2時間こう喋ってないかも。7合目来てまーす。こんな感じでーす。めちゃくちゃ綺麗で。田坂さんまで余裕でーす。これやね。いや、すげえ、アブがブヨかなんか知らないけど、すげえ半袖だからめちゃくちゃ来る。まあでもご愛嬌ということで8合目出発します。チェックポイント、ほらいかん。8号目ほらいかん。身になる。あ、すごい、もうもやかかって何も見えないですけど。そう、いや全然余裕そうじゃないですか。すごいよ田坂さん、すごいっすわ。なんかこれやっぱ山ってもうね、またもやかかって見えなくなってきましたけど、こう天候の変化がすごいっすね。晴れたり、さっきまでね山頂まで見えてたんですけど、もう何も見えなくなって、ちょっとね冷気がブワーっていう感じで押し上がってきました。はい、ドリンク飲みましょう。絶対飲んだ方がいいです。今9時まだ9時ですか。9時で、はい、本当だったら 何時予定だ。40分だって、え、ほぼほぼ休憩してないですか。やっぱ多分まあまあ休憩するぐらいの感じでこれ書いてあるんですよね。まあいいペースですね。相当田坂さん、軽装モードになって短パンスタイル、半袖、ちょっとピッチにいるような格好に。ちょっと待ってね。いいっすね、プーマスタイル。まあでもそのトレッキングシューズがやっぱ足守ってくれてますから。ここからは今ね、またもやかかっちゃったんですけど、今もやかかっちゃったんですけど、晴れとあれを繰り返して田坂さん軽装モードで。お、この列車に乗っていこう。嵐のままで飛び出してあの列車に乗っていこう。いや、今の土地が夕暮れ、さらに悪いものを吐く、その音が響き渡れば、ブルースは加速していく。見えない自由が欲しくて、見えない自由は打ちまくる、本当の声を聞かせておくれよ。バン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 。そう、ユミさん、紛らわさないと、どうせきついんだから何やってもね。足きますね、さすがに。いや、素晴らしいっす。これ次でもご来光っすね。
ご来光見たいですね。考えるからね。服装とか道具はね。いやでも半袖ですけど、マジで半袖で行けますね実際。じゃあやっぱ苦しい。しんどくなりますね。確かに暑苦しいみたいな。いやマジ本当足が動かなくなるんで、こういうことだな。 8.5 ぐらいから急に来ましたね、うん、ガクンと。いやでもすごいですよ、相当なハイペースで行ってると思います。いやハイペースなのに、とりあえず登りたい。いやいいっすね、最高っす。すごいっすね、富士山の上に郵便局あるって。前行った時そんな真っ暗で気づかなかったな。手紙出さなきゃ。手紙出しましょう、うん、山頂から。かなりラグあると思いますけど。天気は、大丈夫ですよ。なんか結構その激しく、でも大雨とかはまだ一回もないです。霧雨みたいなのとかもやがガーってかかったりとかあるんですけど、そういうのはないですよね。頑張れ応援し。いいっすね。レッツゴー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 。来ましたよ。ああ、来た来た来た。ここは富士山、33度登頂。こっから多分上上がったら。もう行ったって感じじゃないですかね。上に多分あります。いやーナイスです。ここでも1枚いきます。はい、ここも1枚あげてもう1枚いきますか。いやーナイスです、素晴らしい。はいチーズ。 OK です、完璧です。ありがとう、ありがとう。はい、来たぞ。はい、あ、来た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 、これだ。でででんってやつだ、ワンピースだったらでんって、はい、よっしゃ来た。富士山さ頂上、いやナイス、ナイスファイト。えい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 、ナイスファイト。えいナイス、えいサンキュー、ナイス。ここここっすよ、ここ、富士山頂。はいちょっと撮りましょう、ここ。はいチーズ、はいチーズ、ナイス、ありがとうございます。完璧っす。すごくないですか、ここに重機あるんですよ。マジで、あの平らなとこひたすら登らしてんじゃん、傾斜があるとこ。いやいや開いてますよ。タスカさんまさかのまだ半袖です。こっから今ね山頂に、山頂じゃねえ、参拝に向かうので、はやぶさスタイルに変わります。うわすごい、こう子供さすごいすごい。どどどどどどうします。なんと神社が今日の午前中で閉まってしまったということで、 Wi-Fi 使えますだってとこ驚異的なこと書いてる。というわけでなんと、どうします。まあでも参拝するってなるとここから多分上上がっていかないといけないですよ。まああそこの、あそこの神社にします。神社っていうか鳥居にします。そこの神社閉まってるんで、さすがにここから1時間はちょっとあれですね。
霧がどんどん出てきてる。霧がむちゃくちゃ濃くなって前が見えないっていう、結構まあ危ないっちゃ危ないですけど、ここでいい、ここで行きます、この鳥居さんに向かって山頂の。はい、リュック落ちないようにしてくださいよ、リュック落ちないようにしてくださいよ、お願いします。そこで行きましょう。完璧です、必勝祈願、ハヤブサイレブンの皆さん頑張ってください、必勝祈願。めちゃくちゃ寒いですね、ハヤブサ俺、ハヤブサ俺。必勝祈願してきたんで、はい、残りの3試合、はい、ハヤブサイレブンの選手、はい、スタッフの皆さん、はい、ぜひあの最後笑えるように、はい、我々もサポートしますんで、はい、頑張ってください、ありがとうございます。ということで、はい、田坂 SV からコメントいただきました、ありがとうございます。なめちゃんです、お疲れ様です。お疲れ様です。今日ボールジョージなめです。今日田坂さんと朝6時から富士山登らせてもらって、うん、まあ、朝天候も良くなくてちょっと自分の足も持つか心配だったんですけど、まあ、田坂さんにリードしてもらって、もう後ろからひょこひょこついてったら結果登れてました。そんなことでも本当皆さんにお勧めしたいのは、ぜひ一回登ってみてください。山頂で食う日清のカップラーメンは本当に食べログの評価を全て覆せるぐらいの高得点叩き出せる味でした。やっぱ環境と誰と食うかどこで食うか素晴らしい経験させてもらいました。そしてハヤブサイレブンの皆様、これので必勝祈願といたしまして、残り3試合必ずいい結果につながるよう応援してますので、今後ともよろしくお願いします。ということで今回、田坂さんとなめが行く富士山都庁の旅、これにて終了とします。またバイバイ。